アサヒスーパードライザ・ライブはチャー率いるスーパーグループ CBA のライブを独占生中継。1970年代ロック史上最強のトリオと言われ世界のミュージックシーンを席巻した BBA。 ギタージェフ・ベック、ベースティム・ボガード、ドラムカーマイン・アピス、ベック・ボガード&アピス。伝説の時から約20年を経た1000年代ラストのこの冬、日本においてロックファンを震撼させるライブツアーが実現する。日本を代表する希代のギタリスト、チャー、ベース、ティム・ボガード、ドラム、カーマイン・アピス、その名は CBA。 この偉大なる3人のプレイヤーたちによるライブの模様をなんとライブハウスから生中継。心もまた約20年間にわたり数々の名演を生み出してきた神戸チキンジョージ。昨年12月 NHK ホール、この夏福岡ドラムロゴスに続きまた違ったコンセプト編成でのチャーのライブがアサヒスーパードライザ・ライブに登場。
Thank you.
してへこんじまう時もあるけど、まさか今まで来た道逆戻りして一から始めるわけにもいかないし、今は今のこととせいぜい2週間ぐらい先のことまでしか考えられない、きっとみんなそうなんだろう、きっと誰かが何かを起こすことを待ってるらしい。一つのルールを守って今日まで来たから、俺もお前も彼氏も彼女も水も電気もガスも全てがハッピー。俺たちに一番大切なもの、それはイマジネーション。イエ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 イ。ジェネワンダー。心と心でチェダーワンダー、yeah、チェダーワンダー、喜怒哀楽をチェダーワンダー、yeah、チェダーワンダー、心と心でチェダーワンダー、yeah、チェダーワンダー、喜怒哀楽をチェダーワンダー、yeah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 、独り占めしない。Timmy used to do
with Jeff Beck. It's a new song. Okay, a new song. It's a BBA song, never released. And we're playing it tonight. Are you ready? Yeah. I can't hear you. Are you ready? Yeah. Woo, you're ready. Here we go. Going with a song called Lady.
Yeah.
Char said, woo! こんばんは、神戸。おっす。ちょっと日本語を、ま、勉強したばっかりなんで。いまいちやけど。ちょっと関西弁張ってますけども。勘弁してくれなまれんねんなまでべでで。勘弁して枕不倫。寒い寒い。何？何でもない。何？あなたは黙っていてください。今日はですね、カーマインの、fucking birthday。Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Carmine! Happy birthday!Future child, for your future child.
守ってもいいんだぜ。ここは神戸なんだから。For your future child。 いいじゃん。 For your future child。 今子供がいる人もこれから子供できる人も。 For your future child。 みんなありがとう。
Everybody doing okay? You feel all right? Good, good, good. This is a song Char played on an album I did called Guitar Zeus Japan. It's a song called Angels. Angel, we have a surprise for you. Yeah. ゲストを呼びたいと思います。ご存知。横山ノック出るかな。Carmine マーキーマキちゃん。Yeah.
20年前に釜井アピスにプロデュースをしてもらって、ソロアルバムを1枚作りました。その後日本に帰ってきて一緒にやりたいねって言ってたんだけども、それが実現することなく、チャーに手伝ってもらって、そのソロアルバムの曲を一緒にずっとチャーと一緒にやってました。もう今から20年ぐらい前の話です。で、今回このお話が来て、本当にアピスともチャーとも会うのは本当に久しぶりで、まさかこのメンバーで一緒に演奏できるなんて夢にも思ってなくて本当に光栄です。ティムとは今回初めて会うんですけれども、本当に昔からもうバニラファージとかカクタスとか BBA とかもう若い頃いっぱい聴いてて、そういう人たちと一緒にできて本当に光栄です。今日は3曲だけ歌わせてもらいます。そのソロの中から Take me for a little while。
1ヶ月前にもここで自分のバンドでやったんですけど、その時の何倍入ってるかな、悔しいしょうがないんだよ、来るたびにいろいろ薬撒いてるからそれなりに粉かけてるから、そう、それなりに中毒症状になって、次巻来る時はもうバッチリな。っじゃあ俺もマキちゃんも昔からやってた、もちろん2人はカクタスというグループでドラムとベースやってたんですけども、その時の曲を1曲みんな歌って一緒に Rock and Roll Children。
Char. Thank you. どうもありがとう、カルメン・マキでした。マキちゃん、最後まで楽しんでてね。ありがとう。また後で余裕があったら呼ぶか。余裕今ないから。Yeah! There's a couple of new ones for you. One of Char's and one of BBA put together. Yes. Nanny. Nanny can't get tell her no. Thank you.
We'll be right back.
everything. Girl, I thought that I'd got over you. Then yesterday
Thank you.
That's it. Oh, and everybody clap your hands. Come on. Let me hear ya. Are you ready? Repeat after me. Hey, yeah, yeah, yo, now you. Hey, yeah, yeah, yo. Hey, yo. Hey, yo. Carmine Appice, drum! Thank you very much! Okay, you having a good time? Yeah! Good, here's a couple of old ones you might know. This is one me and Tim did with Vanilla Fudge. You might know this one. We'll be right back.
せます。Bring me.
Thank you.
guys in Bogert. On drums, Carmine, Appice. You should understand. Thank you. Later. Thank you very much. Yeah! Happy birthday! Come on! Thank you! Great to be in Kobe! Yeah!
回マキの方がマキちゃん。ウォー、セクシー、セクシー。 Here's one I used to do with Rod Stewart. I wrote this song with him. You might recognize this. We'll be right back.
Yeah, thank you. Roberto. クオリティ&チャレンジのアサヒビールの提供でお送りしました。12月18日